今回ご紹介するのは、チリマニアの聖地、水準原点。安政の大獄はここに終わった。桜田門。GHQ ここにありき。第一生命ビル。以上のラインナップでご紹介していきます。ここは国会議事堂の真正面ですね。永田町一丁目一番地となってまして、ここがですね、国会の前庭とも呼ばれております。これですね、永田町一丁目一ということで、なぜここに来たかと言いますと、ちょうどこの場所がですね、井伊直助、大老井伊直助のですね、屋敷があった場所なんですね。今回は、桜田門外の変というのを、まあ、前半のですね、縦軸として、散歩していこうかなと思っております。で、入り口入ってすぐにあるのがですね、これは井戸の遺構でございまして、桜の井という名前ですね。まあ、もともとあった場所からは2回ぐらい移転してるそうでして、最初は屋敷の門の脇にあったということです。まあ、この門の脇から、井伊直助は桜田門の方に向かっていって、桜田門外の変で、襲われたということだそうですね。まあ、その井戸の脇から、桜田門、画面の奥の方にね、見えてます。肉眼で見るともっとはっきり見えるんでね、お散歩するときは面白いんじゃないでしょうか。そして、同じ敷地内にあるのがこの、水準原点というやつですね。まあ、地理好きだったら一度は、来てみたい場所じゃないでしょうか。日本の標高を定めるときにね、ここを0メートルとして、全て計算されるということですね。この建物自体は日本水準原点標高と呼ばれてまして、中にまあ水準原点があるということですね。そして、その水準原点から振り向きますと、そこになかなか特徴的な時計塔が立っております。これはですね、尾崎幸雄を記念してですね、建てられた時計塔でして、まあ、三権分立を表現している、時計塔です。ですから、三本柱で、構成されているものですね。まあ、なんか指輪物語に出てきたね、オルサンクの塔みたいな形をしておりまして、結構特徴的ですね。尾崎幸雄はですね、県政の神様なんて言われた、戦前の国会議員でございまして、ちょうどこの国会前庭のところにですね、尾崎幸雄を記念する、憲政記念館というのも建てられております。時計塔の中央のところにですね、プレートがかかってまして、ザ・クロック・オブ・ザ・尾崎っていうですね、もうそのまんまの名前ですね。尾崎の時計ということで、そこからちょうどね、振り向くとこの池の土正面ぐらいに、桜田門が見えていてですね、なかなか画面だと伝わらないかもしれませんが、現場はかなり見通しいいです。そして、これからその桜田門に向かって歩いていこうと思うんですけど、まあ、見通せるのでね、ちょっと遠くに見えるんですけど、歩いたらまあ、私の足で5分ぐらいの、距離感ですね。割とすぐ着いちゃいます。だから、この道のりをですね、先ほどの大老井伊直助は、まあ、籠に揺られながら移動したんだ。そう思いながら歩くと、まあ、趣がまた違ってくるんではないかなと。いいですね。天気が抜群だったので、皇居脇というのは独特の風景になってまして、丸の内のね、ビル群が向こうにそびえつつ、手前に桜田門のこう、日本的な建物が構えてあるので、大変面白いルートだと思います。さて、だいぶ桜田門外の変の現場に近づいてまいりましたね。厳密な位置は正直わからないですけど、まあこの辺ということですね。なんか井伊直助って切り殺されたようなイメージを持ってたんですけれども、実際の死因は射殺だそうですね。カゴに乗ってる時にピストルで、撃たれて、まあ引きずり出されて首を取られたということで、どうも死因としては射殺になる。正確に言うとこの桜田門はですね、ここにあるように外桜田門という名前だそうでして、もっと本丸に近いところに内桜田門というのがございます。まあ、桔梗門として知られていて、結構離れてますよ。桔梗門内部奥の方にあります。では、その桜田門入っていきましょう。なかなか重厚な扉ですよね。鉄板が張ってあってね。
ここはね、別に許可の類はいらない。誰でも入れる、通れる、そういうもんでございます。皇居ランナーなんかもね、ここを通過していくのが、通常のマラソンコースになっておりまして、大体今見えているこのどでかいですね、桜田門を通り抜けた、その辺で、スタートを切るっていうのが多いんじゃないかなと思いますね。皇居ランナーがね、なぜあんなにもたくさんいて、皇居周りをみんな走りたがるのかというと、まあ、景色の良さももちろんあるんでしょうけども、皇居の周りというのはですね、歩行者のルートを通る限りは、途中で信号がないんですね。一切止まらずに走り切れると。しかもですね、一周がちょうど5キロぐらいなので、まあ、マラソンをするときには把握しやすい距離ですよね。まあ、そんな事情もあってですね、皇居ランナーというのは大変多いと。まあ、最近ね、ちょっとコロナの関係もありまして、まあ、外国人観光客も減り、人通りがだいぶ一時期よりは減ったんじゃないかと思いますけどね。そして見えてくるのがかの有名な二重橋でございますね。背景に見えているのが伏見櫓というですね、いかにもお城っぽい外見ですよね。非常に絵になる橋だと思います。実は私20代のね、前半か半ばかぐらいまでの年齢まで、この二重橋っていうのがですね、この手前に見えている二つアーチのあの橋が二重橋だと思ってたんですけど、違うんですよね。このもう一個奥にあるもうちょっと背の高い橋のことを二重橋と呼ぶのが正しいそうです。でもね、二重橋っていうと大体このショットが出てくるので、そんなもん間違えるだろうって思うんですけど、なんでもそういうことらしいですよ。正式にはね、正門鉄橋という名前だそうでして、なんでそれが二重橋と呼ばれるようになったかというと、その鉄橋になる以前には上下2段の二重の橋になってたんですね。上と下を通れるっていう、そういう珍しい橋だったということで、まあ、二重橋と呼ばれるようになって、先ほど私がよく間違えてたと言ったあの二つアーチのね、橋の方は正門石橋と呼ばれるそうです。まあ、その二つの総称として二重橋と使われることもあるそうなので、まあ必ずしも二重橋が絶対に多くの橋しか刺さないのかというと、そういうわけでもないようですけどね。まあまあ、所詮故障ですから、正式名称ではないので、何が正解というのも難しいのかもしれませんが、コロナ前はね、平日だって言っても結構な観光客、外国人観光客含めね、いたもんですけれども、すっかり閑散としてしまっていて、印象的でしたね。この皇居前広場はですね、今でこそこんな風に非常に整備もされていて、なんなら警察官もそこかしこにいるという厳しいところではございますけれども、終戦直後の混乱の時期なんかはですね、ここが屋号のメッカとして知られていたそうです。とんでもねえ話だなと思いますよね。屋号の代わり言葉が、皇居前だったらしいですから。いやー、ここでって思いますよね。すごい話ばったもんだなと。で、その皇居前広場にあるのがこちらですね。楠木正成像でございます。まあ、ちょっと楠木正成がなぜここにっていうふうに思う方もいらっしゃるのかもしれませんが、戦前の教育の中ではですね、楠木正成というのは中心の鏡みたいな存在でして、後醍醐天皇を支えて奸賊足利尊氏と戦ったのですね、中心とされております。で、その楠木正成像のある位置から、お堀のちょうど向かい側ぐらいにある、こちら、第一生命ビルございます。ここですね。綺麗ですね。で、なぜ第一生命ビルを取り扱ったかと言いますと、ここがまあ、終戦後にですね、GHQ が入っていたと。よくね、歴史の本なんかで、昭和天皇とマッカーサーが並んで写真撮ってたりするのを見たことあるかもしれませんが、それが撮影されたのはまさにここだということですね。歴史ある建物だということです。今でもね、ビルの6階にマッカーサーの執務室は 保存されているということですね。行ってみたいものです。で、最後に関連動画でございまして、ここはですね、南千住の駅前にあるエコー院でございまして、かつて小塚っ原形状があったところですね。で、今回は桜田門外の変を取り上げたわけですが、そもそも桜田門外の変というのは安政の大獄
を井伊直弼が引き起こして、それで恨まれて、撃たれたという、そういう事件です。この安政の大獄で、犠牲になった有名人が、このお墓、橋本早苗のお墓でございますね。それがまあ南千住にあるんだよと。で、その橋本早苗のお墓の脇にあるのが、もう一人の安政の大獄の犠牲者、吉田松陰のお墓ですね。こちら。まあこれは、以前の動画でも紹介いたしましたけれどもね、この二人が、まあ南千住に登っているんだということをご紹介しております。で、井伊直弼本人のお墓はといいますと、豪徳寺にお墓がございますので、興味あったら行ってみてください。豪徳寺も面白いですよ。そのうち紹介しますけど。はい、今回は以上です。まあ、有名すぎるスポットでしたからね、あんまり情報としては新しいものはなかったかもしれませんけども、もう眺めが良かったんじゃないでしょうか。非常に天気が良かったんでね。次回はこの続きでですね、東御苑を歩いてきましたので、そちらを中心に紹介していこうかなと思っております。気に入っていただけましたら高評価、それにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた。